これは展望台ピアスかな。ちょっと上まで行って写真も撮りたいしって感じですね。あと飲食店とかお土産屋さんもあるんでね、ぜひ利用していただければと思います。こんな感じですね。ラクダ屋、ラクダ屋、こっちが先です。今は鳥取にいます。鳥取市ということで、鳥取市といったら鳥取砂丘ですね。有名ですね。日本で一番の砂丘ということで、前々から来たかったんだけど、今回初めてね来ました、鳥取砂丘。今日ね天気が晴れて良かったです。予報としては雨とか曇りとかっていう予報だったんだけどね、ちょっと前々からね、変わって、まあ、こんな感じで晴天ということで、非常にね運がいいなって感じはしてますけどね。ということで、ここのところね、いいです。この雲がちょうどかかって、ちょっとこういう風にね、なんだろう、雲がかかってちょっと色が変わるグラデーションになる感じがなかなかたまらない感じですね。暑いです。今日はね、6月の23日ですけど、熱中症かからないためにこの自販機とかありませんから、トイレとかね、トイレは済まして自販機で飲み物を買っていくといいですね。あの暑い時期は熱中症になりやすいので、この砂の上は暑いですからね。熱が出てくるんで気をつけないといけないです。飲み物は必ず持ってきていただいて、熱中症対策はねしていただければと思います。ラクダ有名じゃないですか。ラクダね、今ラクダで今あの乗ってねやってるわけだけど、あれぜひ皆さんやっていただきたいと思います。ラクダは今まで何回か乗ったことあるかな。モロッコ、アフリカのモロッコ行った時に乗ったこともありますけど、まあそれで記念撮影、するというか、ね、これ結構いいですよ。今日晴れてるんでいいよね。でところどころこういう曇ってきて、雲がところどころあるんで、曇ってこう晴れてという、そういう変わりいう感じもね、なかなかちょっと美しいですわ。
急勾配ですね。慣れてる人だったらいいけど、すごいね。水持ってこなかったんで、ね、忘れてました。すげえ暑かったです。熱中症気味になりましたけど、海岸に注射器などが漂着してます。危険ですね。どこで生まれたんですか、この子は。ああ、すごいですね。何歳？で、今リフト乗ってね、ウォークします。上まで行って、なんかちょっと景色いいみたいなんで、ね、気持ちいいですね、風が。できたりしています。鳥取行ったら梨が有名ですけどね、梨のソースも食べてます。美味しいね。結構喉乾いたけど、ね、美味しいな。これ景色がこんな感じですね。あんまり見えないですね。やっぱ海綺麗だよね、あっち側ね。残念ながら砂の美術館展示入れ替えのため休館中ということで、残念ですね。まあまた次回来た時に行きたいと思います。美術館はちょっと残念だったね。で、梨のソースと食べて、で、食事もできるんで、ぜひあそこで食事していただければと。自分はちょっと、ね、駐車したところも一応無料で詰めさせてもらってるんで、そっちにギリがあるんで、そっちでちょっと食事しようかなと思ってるんだけど、上のところの食事のところもなかなか美味しそうでしたね、はい、お土産なんかも結構売ってるんで喉かな感じです。